電力販売をめぐるカルテル問題を受け、中部電力の社長らが役員報酬の一部を自主返納です。中部電力は電力自由化をめぐり、関西電力と互いの営業エリアで顧客を獲得しないようカルテルを結んでいたとして、先月公正取引委員会から課徴金275円余りの納付命令を受けました。中部電力の林金吾社長は今日の会見で。 自身を含む役員合わせて5人について報酬の1割を2か月間、自主的に返納すると発表しました関西電力の間でこういった具体的な営業活動を制限するような合意は行っておりませんが、えー、お客様に多大な、あるいは社会に多大なご心配をおかけしたことを踏まえわれわれ総理として自主返納するものであります。 中部電力は課徴金の納付命令について事実認定と法解釈に見解の相違があるとして命令の取り消しを求め提訴する方針です。